キツレ川五月女坂の戦いは、天文十八年九月十七日下屋国キツレ川、及び五月女坂で行われた合戦。別名、キツレ川佐乙女坂の戦い、佐乙女坂の戦いなど。戦国大名宇都宮と出馬は、天文の内向を克服し、羽賀高佐田を羽賀市に送り込むなどで家中の安定化に、一応の成功を収めた。 しかし、新たな問題も発生しており、結城氏家臣、水谷忠氏村による宇都宮攻めによって、家臣の中村玄角や八木を肩出し家を失う。天文の内向が原因で、身物な坊の台頭することを許し、また、一族の武重氏、松野氏が、佐竹氏に、塩谷氏が、那須氏にそれぞれ離反しており、宇都宮氏の統制から離れつつあった。そのためは、 勢力の回復を図っていた。一方、戦国大名のナス高助は、宇都宮信仰の野心を抱き、天文の内向後に、白川に逃れていた、羽賀高常の子、羽賀高照を誘引し、宇都宮攻めの大義名分を得る。天文18年9月17日に高助は300機の軍勢を率いて、宇都宮領に進行した。このため、綱は、小坊、 足利春氏の下地を受けに1500機の軍勢を、率いて、きつ川に出陣してその地で戦った。最初は、兵の勝る宇都宮軍が、圧倒的優勢だったため、高助は五月女坂に伏せておいた伏兵を使い、宇都宮軍を混乱させ形勢は逆転した。状況を打破しようと宇都宮市下身の高町長,長や、笠間市下身の三川忠近や横田市の横田子、兄弟らが奮闘し、 ナス軍の進行を食い止めるが、三つ川忠地横田五兄弟が打ち取られた。天文18年9月17日、直綱は、混乱を沈め自軍を統制するために前線に出たが、そこを、伊王の助宗の家臣である、あゆかせ実公のる甲の矢に射抜かれて絶命し、合戦は高助が率いるナス軍の勝利で終わった。ナオが討ち死にすると、 宇都宮市の宿老の三仏綱坊が下国城を果たし、宇都宮城を占拠してしまう。城内にいた幼い伊勢久志丸は、葉が高砂田に連れられて、猛火城に逃れた。宇都宮城主となった綱坊は、葉が高照を迎え入れ、区別として利用し、実権を掌握した。塩谷吉田から宇都宮市の重臣たちも綱坊に、従わざるを得なかった。高助も綱坊と結び、 宇都宮市は滅亡の危機にさらされることとなった。尾田広高、ザゼ,ゼンイン・マサソンの生涯日光山の終焉と、上の河合舞泉や P195 塩原町文化、教会、塩原の里物語塩原温泉1200年の歴史 P61。ありがとうございます。